どうも、吉谷です。いやー、来ちゃいましたね。来ちゃいました。秘密の白い粉が到着しました。到着しちゃいました。まあ、秘密の白い粉、まあ、わかんない方いらっしゃると思うんですけど、僕はですね、全国セミナーっていうのをちょっとやったんですね。で、その時は、車で回りました。車で、6900キロ走りました。名古屋、大阪、徳島、愛媛、広島、福岡、鹿児島、仙台、青森。これをですね、車で全部走り切りまして、まあ6900キロぐらい走ったんですね。で、その時に、まあほとんど僕はですね、泊まるところっていうのは車の中で泊まってました。車の中で。まあ車の中で寝泊まりしてました。だから布団で寝たのが1回かな。1回だけですね。布団で寝たの1回。あとは車の中以外は漫画喫茶かな。だから布団で1回寝たやつは、なんか温泉に入りに行ったんですね。高知に行った時。で、その時に、まあ温泉に入って、まあ夜遅くなっちゃって、で、そこの温泉施設になんか泊まれる施設もあったんで、まあそこだけちょっとね、甘えさせていただいて泊まりました。まあそれ以外はまあ全部ほぼ車、そして漫画喫茶ということなんですけど、まあかなりハードな、なんだセミナーでした。だけど、そんなハードな僕の生活というか、生活、まあハードなスケジュールをですね、なぜ耐えられたのかっていうと、実はですね、秘密があるんです。秘密が、めちゃくちゃハードでした。だけど、それを耐えられた秘密っていうのがあって、これは以前ですね、まあ、これな、長野セミナーに参加していただいたというか、まあ、長野にですね、愛子ちゃんっていうね、愛子さんっていう方がいらっしゃいまして、その方にですね、まあ、本当に体を心配していただいて、その、まあ、愛子さんっていう方はですね、年齢が結構上の方というか、まあ、年齢を言うと怒られるので、まあ、言わないですけど、まあ結構、まあ年は取ってるんですけど、まあめちゃくちゃ元気なんですよ。めちゃくちゃね。もう鬼のように元気なんですよ。どこからそんなパワー湧いてくるの？みたいな。まあ、ちょっと年齢は本当言えないんですけど、その年齢からネットビジネスやるか？みたいな。もうパワフル。めちゃくちゃパワフル。で、その愛子さんがですね、吉谷さんと、これはいいから飲んどけと。って言われたやつがあって、まあ、最初は疑心暗鬼だったんですよ。まあ、健康食品っていうのはね、世の中にたくさんありますけれども、そう飲んだところで変わらへんやろと。まあちょっと、まあ、紹介して、まあなんかね、説明の仕方がもう即効性がめちゃくちゃあると。すぐわかるみたいなね。即効性がすぐわかるから、とりあえず飲んどけということで言われて、まあ飲んだわけですよ。そしたら、あれあれあれ？あれあれ？で、飲んだら次の日かな、目覚めが全然違ったんですね。あ、これはやばいと。 で、まあそっから、あ、本当にそういうのがあるんだなっていうのは、まあこれね、すいません、僕の体はそう反応しました。だから全員の体に反応するかちょっと分かんないので、まあこれはね、健康なんか体に合う合わないがあるので何とも言えないんですけど、僕はその言われた通り飲んでみたら、次の日がほんとビンビンで、あ、睡眠時間これなんかなくてもいけんじゃねみたいなぐらいの、かなり調子良かったんですね。で、その後、まあ全国セミナーがあって、で、長野行った時に、その愛子さんの家に、ご自宅に泊めさせていただいて、で、その時に、その白い魔法の粉っていうのをですね、一袋ぐらいいただいたんですよ、無料で。で、僕はその一袋、だいぶ入った50袋ぐらい入ってたかな。30、まあ、で、それで、まあ、全国セミナー中、マジで疲れた。まあ、毎日飲んでたかな。毎日は飲んでないか。まあ、ちょっとやばい。これはちょっとやべえなっていう時は、その白い粉をですね、入れて飲んでたんですよ。で、まあ、その粉がなかったら、ちょっと、だいぶきつか、つらかったんじゃないかなと思って、まあ、全国セミナーを終えて、そっからもちょっと飲んでたんですよ。だけど、その、愛子さんからもらったですね、白い魔法の粉がなくなってしまって、で、その全国セミナー終わってからも結構ね、ハードな毎日送ってるわけですよ。で、だいぶ体がね、結構きついので、ちょっと白い粉、これ
これ取り寄せようかなと思って、まあ、ネットで、まあ、愛子さんがですね、ネットで調べても出てくるよってこと言ってたので、ネットで調べたありました。で、とりあえずなお試しセットみたいなのがあったので、それを購入しました。はい、お試しセット。で、白い粉の正体っていうのは、このサステナってやつです。サステナ。はい。開けてみます。まだ開けてません、これ。開けてみたいと思います。お試しキットで確か1980円だったかな。で、10袋ぐらい入ってるのかな。ババン、ありましたね。入ってます、サステナ。はい。で、なんか書いてありますね。サステナお試し、セットご購入ありがとうございますということで入ってますね。ちょっと読んでみましょうか。まあね、本当ね、この粉っていうのは、まあ、ちょっとね、ネットで調べても出てくるんですけど、なんかその免疫力を高めるみたいな、要は、まあ、その人間が本来持ってるその免疫力みたいのがあるじゃないですか。風邪ひいても治せる。まあ、熱が出る理由っていうのも、その、まあ、菌を殺すっていうことで熱が上がったりとかすると思うんですけど、まあ、こんな感じの中がついてますね。NPO なんとか食品協会推薦みたいな。私たちが推薦しますと。なんか書いてますね。1万円なのか。スターミルクサステナ、こんな方におすすめですって入ってますね。あ、これ。これグラフが出てます。要は、なんかその、カルシウムも結構入ってるな。要は牛乳、まあ、これがなんか乳製品なんですよね。だから、その牛乳と比較してんのかな。これ見てください。ですね、ブドウ球菌。市販の牛乳が数値が36で、サステナ6333。なんとか菌8種類。市販の牛乳16に対して8375。アエロゲネス12に対して5484。大腸菌8に対して541。まあ、圧倒的なバカ高い数字が出てます。で、これはなんかですね、その、あ、その、要は、その、多分聞いたことあるかもしれないんですけど、その母乳、なんか子供の母乳のこの乳ってなんかすごくいいみたいな話聞いたことないですか。で、それの比較もありますね。人の母乳の比較と、サステナボコーンみたいな。こんな感じですね。はい。まあ、いろいろとなんか書いてあります。がん予防とかも書いてありますね。がん治療とかね。新成分 MPC とは。新成分 MPC とは。米国のスターリー社は20種類の抵抗抗体と体の免疫システムを調整したり、炎症を制御する生活活性物質をスターリー研究所の最新技術により効率的に濃縮された成分、新成分 MPC 配合により効果パワーアップ実現しました。現在国内で販売されているスターミルクの中で新成分 MPC が配合された商品がスターミルクのサステナですと。すごい、こんな感じで。もう5箱買っちゃおうかな。5箱買うと1箱プレゼントみたいな書いてありますね。最新のスターミルク、まあ、研究がですね、しかもすごいんですよ。研究50年、発売開始から20年。まあ、スターミルクっていうのが、なんだ？研究が始まって50年。販売開始から20年と。まあ、だいぶ販売してますね。ああ、こんな感じで。ありますね。スターミルクサステナ初回購入キャンペーンということで。はい。まず、1箱から特別価格で販売。なんと、特価9720円が、なんだ8640円、さらにお得。5箱セット買うと、1箱プレゼント。あ、4万3200円、だいぶ高えな。 5箱買うと4万もすんのか。まあ6箱になるのかな。まあ、いいんじゃないかな。これ買おうかな。ねえ、いや、ほんとね、これね、まあ僕もね、健康食品、あ、そうだ、ちょっと結構あるんですよ。
まあ、こんな感じでですね、こんな感じで、あります。はい、これ LINE をですけど。はい、まあ、これはですね、まあ、市販に売られてるこの、これ多分売られてると思います、市販で。まあ、どこのなんか、ヤックスドラッグですね。多分、ヤックスドラッグで言うの、まあ、ヤックスドラッグ、まあ、薬売ってるとこだったら売ってると思います。見たことないですか、これ。このネイチャーメイド。これを僕タバコも吸うので、まあ、タバコ吸うとビタミン C がなくなるんで、まあ、ビタミンをちょっと入れるっていうことで、こういうのを飲んでます。はい。で、あとは、青汁ですね。青汁。青汁。青汁があったりとか、まあ、これはですね、まあ、鹿児島に住んでる僕のライブ放送見ていただいてる方の会社さんが、販売してる、ねじめびわ茶。まあ、夏は飲んでたんですけど、今ちょっと飲んでないですね。これも美味しい。なんかすごく健康にいいみたいな。あとは、まあ、ニンニクですね。ニンニク卵黄。これですね。はい。これですね。これ。うん。こういうやつ。まあ、ニンニクはね、体にいいっていうのはよくは知ってるじゃないですか。で、しかもこれね、安いんですよ。ニンニク、これは。なんかパッケージも安そうかわかんないですけど、これ確か安かった。うん。で、あとは、これは喉飴ですね。これ喉飴。あとは最近飲んでるのがこの、ですね。サンクサイのハイブリッドミネラルってやつを、これ飲んでます。なんか、ミネラルを入れると、なんか、体にいいっていうことで、まあ、これを飲んでます。まあ、ミネラル。まあ、アルカリイオン水とか、なんかその、アルカリとかなんかね、なんかイオンとかね、なんかよくあるじゃないですか。で、多分、ここの、これも安いので、なんだ。まあ、誰でも買えるわけですよ、しかも。うん、安い。うん。だから安いには安い理由があるので、そんなにね、まあ、ここにはいろんな成分書いてありますけど、まあ、聞いた話だと、なんだろう、そんなに吸収ができないみたいなことを言ってましたね。吸収ができない。まあまあ、飲まないよりか飲んだ方がいいだろうみたいなね。うん。で、これに関してはちょっとお高いです。これはお高い。これは、ですね、なんかこれともう一つあれがあるんですよ。なんか、ちょっと持ってきます。このなんか液状のやつがあります。液状のね。で、液状のこれ飲むタイプなんですけど、これはぶっちゃけ言うとめちゃくちゃまずいです。これめちゃくちゃまずいで、多分めちゃめちゃ体にいいんだと思います。じゃあほんとね、これはね、これ多分薄めて飲まないといけないとは思うんですけど、この原液で飲むとやばいです。原液で飲むと、だから薄めないとやばいです、これは。なんかこれちょっとね、僕、飲みづらいというか、まあ、知らなくて原液で飲んじゃったんですよね。薄めるものらしいんですけど、原液で飲んじゃって、まあ、きつかった。だからまあ、今これとこれ買ってるんですけど、こっちに変えようかなと思って、こっちはね、もうカプセルタイプなんで、別になんか、味とかないんですよね。だからこれを、2箱にしようかなと思ってます。はい。まあ本当にね、結構過酷な日常を送ってますので、案外、なんか吉谷さんと、なんか、ちゃんと食べてますかみたいに言われることあるんですけど、一応ちょっと体にはですね、気を使ってるというか、だから気を使わざるを得ないというか、だいぶ過酷な日々を最近送ってますので、でね。で、まあ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 、まあ、今常時飲んでるのはこれなんですけど、まあ、サステナってやつが、まあ、切れちゃったので愛子さんからいただいたんですよね。でそれで頼みました。でこれは本当に即効性がすごくあります。本当に即効性が、僕はですよ、僕はこれ人それぞれ体のあれが違うと思うんであれですけど、これは本当に飲んでよかったです。まあだって、まあしかもなんか50年前から研究してる言うてますからね。あとホームページもすごく綺麗で、あとなんかなんだ、この要は本来持ってる体の免疫力を高めてくれるっていうことなんですね。であとこれが、まあ僕牛乳は好きなんですよ、すごく。だから牛乳飲めない人はあれかもしれない。脱脂粉乳みたいな味です。
まあ、ちょっと入れてみましょうか。の飲み方としては、まあ、こういう粉があるんですけど、まあ、ペットボトルに大体こんぐらい、まあ、こんぐらい入れて、で入れます。でこれをですね、いやこれは本当にね、僕はすいません、あの本当にね、これで乗り切った感があります、全国セミナーは。まあその時はそのサンクサイさんのミレナルとかもなかったんで、もうこれしか知らなかったんで、だ多分これとミネラル入れれば、あとねビタミン C とか全部入れれば、まあまあなんとか大丈夫なんじゃないかなと思うんですけど、結構入ってますこの粉が。で僕は牛乳が飲めるので、あの全然僕は大で、僕はですね、全国セミナー中ちょっと今さっき食っちゃったんですけど、これとチョコスティックパンが合うんですよ。まあ、僕の Facebook 見てる方だったらチョコスティックパンわかると思いますけど、僕のなんだ、あの通常の、まあ、朝飯というかね、食料です、サステナさん。まあこれね、セミナーでもちょっとね喋、ったんですよ。そしたら何ですかそれみたいなね。まあこの動画の下に僕がこの白い粉を紹介した時、まあちょっと軽く前説でこの白い粉をちょっと紹介したセミナー動画っていうのがあるので、ちょっとそれもし興味あるよ見てみてください。でそのセミナーに受けた人がなんか、吉永さんその白い粉なんですかみたいなね、どうやって買うんですかみたいな言われて、うん、だからまあこの動画作ってますけど、でこれとまあチョコスティックパンですね。だおすすめの相性はこの、チョコスティックパンとこれです。これは合います。これはめちゃくちゃ合う。まあ牛乳とまあ豆乳とチョコスティックパンも合うんですよ。豆乳とチョコスティックパンもあるんです、合うんですけど、こいつも合います。でちょっと振りまして、お試しキットが1980円、10袋入っててね。でいただきます。うん、あもうちょっと薄、もうちょっとあれだな、水少なくてもよかったな、ちょっと薄い、ちょっと薄い、もうちょっとがっつりきてもよかった。まあ、これはですね、本来であるならば、この 11g に対して、50から70ミリリットルの水を入れて、飲んでくれっていうことが書いてあります。だから僕結構ね、多分200か300ぐらい入ってたと思うんで、だいぶ薄いです、今。だからこれはね、下、あのさっきね、コーヒー飲んだばっかなんで、コーヒー飲んでない通常の下だったら、これでも確かいい感じだった。うん、コーヒーがね下に残ってるから、うん、久しぶりだなこの味。これ脱脂粉乳というか、なんかそんな感じの味です。でも僕はあの牛乳がすごく好きなんで、乳製品が好きなんで、全然大丈夫ですね。ただその脱脂粉、牛乳が嫌いとか、そのなんか脱脂粉乳的な、わかんないですけど、豆乳とかね、豆乳とか飲めないとか。僕豆乳も大好きだし、牛乳も大好きです。あのチーズも大好きだし、ヨーグルトも大好きです、うん、うん、はい。まあ10袋あるんで、まあこれが終わったらちょっとこれ買おうかなと思います。これはね本当僕はおすすめです。なぜならば体験したんで、だから即効性があったから、うん、それだけですね。まあ、全国セミナー中マジでリアルにこれなかったらきつかったんじゃないかなと。だいぶハードだったんで、6900キロ車で移動、さらに車で寝泊まりみたいなね、だいぶハードでしたから、うんうん。まあこれのいいところっていうのは、なんかその人間本来が持ってる多分その免疫力をこう高めてくれるってところが魅力なんじゃないですかね。うん、要は多分その風邪ひくとか、うん、なんか要は結局病気にかかる時って免疫力が低下してる時だと思うんですね。
まあ、すみません、僕医者じゃないんで わかんないですけど、多分免疫力が低下してるとき、そもそも人間っていうのは免疫力があるから、まあ、ある程度耐えられるっていうけど、免疫力が低下すると病気にかかると。だからなんかこの菌が入ったとしても、なんかの菌が退治してくれるんですよね、多分確か。で、免疫力が低下してると、その退治してくれなくなっちゃうっていうね。ああ、サステナでございます。はい、という、こちらですね、届きましたので、レビュー動画ですね、サステナの。まあ、味は僕、飲んだことはありますので、まあ、もしですね、本当疲れたっていう方はですね、この即効性はすごく僕は体感しました、僕はね。で、飲ませていただいて、これからもちょっと飲んでいこうかなと。まあ、これ、まあ、今、本当ね、結構ね、ハードな感じで、まあ、つい最近、昨日も朝7時ぐらいに寝たんですけど、まあ、静岡、名古屋、大阪、栃木みたいなね、車で移動みたいな。まあ、だいぶハードなんで、まあ、こういうね、ちょっと体をいたわってあげないと、まあ、そのうち、まあ、ガタが来るかなと。まあ、結局、まあ、今、全力で結構やってるので、まあ、いつ死んでもいいんですけど、まあ、いつ死んでもいいっていうぐらい結構、まあ、結構自分なりに頑張ってるんですけど、ただ、まあ、僕のことをですね、必要としてくれる人もいらっしゃいますので、まあ、もうちょっと生きないといけないかなと思ってますので、まあ、でもね、どんだけ健康に気を使ったとしても、まあ、関東大震災がありましてですね、下敷きになったら一瞬でぽっくりいっちゃいますので、まあ、なんとも言えないんですけど、まあ、いつ来るんですかね、関東大震災って。関東大震災来たら、まあ、東京一瞬みたいなね、感じ言ってましたよね、今の東京やばいみたいな。まあ、そんなこと考えてたら、まあ、本当キリがないので、まあ、とりあえず、体をちょっとでもいたわりたいと思います。まあ、もし興味があればですね、ここの、動画の下にも、YouTube のね、動画の下にも、そのお試し、購入のリンクと、あとセミナーの動画も YouTube のこの下にそれ貼っときますので、まあ、もしよかったら見ていただければなと思います。まあ、そのセミナー動画ではなんでこの白い粉を紹介したかっていうと、その人は信じないっていうところをお伝えしたかったんですよ。なんか僕もそのネットビジネスの方をこう教えたりとかしてるんですけど、要は、まあ、結果が出ないとか人っていうのは結局信じきれないんですね。信じきれないから疑うんですよ。疑ったらそれはできないじゃないですか。疑ってんだからそれはね、本当大丈夫だろうかみたいな感じで結局できないわけですよ。だから信じることがまず大事ですよっていうことで、で、僕も信じることができませんでしたっていう、その共感ストーリーをから入ったんですけど、なんかこれも最初、その長野にいる愛子さんからですね、よし、よし、よし、これは飲んどきなさい、みたいな。これはすごいと。すごいみたいな。めちゃくちゃ熱弁されたんですけれども、なんか勧誘かなみたいな。まあ、本音を言うとね。本音を言うと、これなんかの勧誘ちゃうかみたいなね、思って、まあ、とりあえず疑心暗鬼で飲んだわけですよ。で、飲んで、次の日、マジだみたいな、マジでみたいな、マジで元気だぞみたいな、すげえってなって、で、そっから、ほんまにそういうのあるんやなっていうのを体感して、まあ、全国セミナーでだいぶお世話になりました、これ、サステナさん。で、味も僕は、すいません、これ本当牛乳とかそういうの苦手な人はちょっと無理だと思います。ただ、僕牛乳好きだし、豆乳好きなんで、全然大丈夫です。まあ、うまいかどうかって言われると、まあ、もうちょっと濃くすればよかったですね、今は。ちょっと薄、だいぶ薄ま、薄、あの、薄い感じだったんで。まあ、そんな感じで、もしですね、サステナの方をですね、まあ、僕のことを、あれ、じゃ白い粉なんだそれと。ちょっと飲んでみようかなっていう場合はですね、お試しキット、1980円。1980円で買えますので、まあ、リンクは下の方にありますので、そちらから、ご購入ください。あとは、購入しな、いやいや、いやいや、いや、お前結局、何？それって何？アフリエイト、やってんじゃねえのかと。
おっしゃる通りです。 これなんで動画撮ってるかっていうと、アフリエイトなんですよ。アフリエイトね、アフリエイト。要はあのこのサステナっていうのを調べたら、まずこれじゃあシェアしておきますけど、まず自己アフリエイトもあります。自己アフリエイト、まあこれは A8 さんです。 A8 さんの方で自己セルフバッグっていうのがあるんですけど、これ僕買った時にセルフバッグで買いました。で1980円のお試しなんですけど、確か1000円ぐらいのセルフバッグがあったと思います。だから実質980円で僕は10袋、あ、1箱100円ですね、で買いました。はい、ということです。だから A8 に登録して、で、まあ、このサステナみたいな感じで検索してもらえればお試しキットが出てきますので、そこセルフバッグで申し込んでいただければ、なんだ、1000円バッグ戻ってきますので、まあ、980円で10袋、まあ、つまり1袋100円ぐらいです。だから、いや、お前のねアフリエイトリンクからね買いたくねえよバカ野郎みたいなね、そういう人はですね、自分の自己アフリエイトで申し込んでください。はい、自己アフリエイトもありますんで。いや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 、吉谷さんと、お金すら払いたくないとっていう場合は、これね、1980円のお試しキットで10袋入ってるんですけど、無料お試しキットっていうのもあります。それは無料です。だけど2袋だったかな、2袋、はい、だからあの無料版とその10袋のお試し版2つあります。でそれもセルフバッグがあったような気がします。ただセルフバッグの金額が100円ぐらいだったかな。まあ、もしですね、この動画を見て、いや、吉谷さんの、ぜひアフリエイトリンクから買わせてくださいっていう方はですね、まあ、下にリンク貼ってきますので、まあ、そちらから購入いただけると、僕にですね、1000円チャリンと、チャリンチャリンと入ってくるわけでございますよ。ありがとうございます。ね、ね、ただ、お前の紹介してる、そんな、怪しい、なんだ、健康食品なんか、買う気は1ミリもない。だけど、まあ、お金はちょっと欲しいとかね、収入はちょっと上げたいんだっていうことであるならば、下の方にですね、無料セミナーの、動画、こちら無料で公開してますので、そちらはですね、1円もかかりません。はい、1円もかかりませんので、まあ、そちら見ていただければ、僕がこの白い粉を離してからのセミナー動画、それもありますんで、はい、まあ、結構ね、それが多分おもろいと思いますよ、見ていただければ。なんかちょっとね、結構好評いただいたんですよ、その話したら。あ、吉田さん、そういう、それ、ね、ファブリーズの話もしたんですよ。ファブリーズの話もね、セミナー前に。だ白い粉とファブリーズの話を、なんか僕っていつもセミナーするときに、ノー台本で話すんですね、ノー台本。台本ないんですよ。で、今日何話そうかなと思って、なんかネタないかなと思って、まあ、近くにですね、ファブリーズがあったわけですよ。ファブリーズかと。よし、これ使おうみたいな。ファブリーズを使って、でからのセミナーみたいなね。どういうセミナーやねんっていう。で、あと、まあこれもちょうどその時、そのセミナー前にですね、ちょっと気合い入れるためにこれ飲んでたので、これとファブリーズ使って最初セミナーの入りをして、そこからスイッチしてセミナーの話をさせてもらってます。はいですね、まあこんな感じでございます。はい、まあ何が言いたいかっていうと、何が言いたいんだろうな。まあまあまあ、このサステナっていうのは即効性があって、まあいいですよっていうおすすめの、まあものと、あとは2番目が、あ、まあ、なんだ、セミナー動画を見てみてくださいっていうところと、で、そして3番目が、僕のアフリエイトリンクから申し込んでくださいということになりますね。これ多分ね、アフリエイトなかったら僕撮影してなかったと思うんで、うん。まあ、一応、あ、アフリエイトもできんのみたいなね。うん。で、僕自身、その、なんだ、その、こういう物販系のアフリエイトってあんましたことないんですよ。てか、したことはない。物販系のね。うん。で、この動画を見てね、決まるとは思わないんですけど、まあまあまあ、決まんねえだろうな。決まんねえだろうと思いますけど、まあ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 、もしね、僕のリンクから申し込んでいただける方がいれば嬉しいかなと。ただ、こういう健康食品って、実際にその、なんだろうな、僕思うんですけど、その、まあ、これも検索するとアフリエーターさんがそのブログで解説してるのがあるんですよ。ブログでね、うん、間違いなくアフリエーターだろうと思うページがあるわけですよ。でもそれってやっぱこの食品系とこっち系って、なんだ、
ブログとかホームページで紹介してるケースがほとんどで、実際に動画で飲み方とか、なんかその、ことをね、ちゃんと話してくれてる人ってあんまりいないのかなと思います。だから僕はですね、この、今動画これ作ってますけど、アップした時にこのサステナさんのレビュー動画みたいなのでアップしますけど、多分ね、このサステナさんのレビュー動画は多分あんまないんじゃないですかね。まあちょっとリサーチしてないんでわかんないですけど、もう真似てもいいですよ。真似ていただいても。多分ライバル不在なんじゃないかなと思いますけどね。だからサステナで検索する人は多分僕の動画に行き着くではないだろうかと。でもそのなんか食品とかそういうのをまあレビューするのは、まあ今回のアフィリエイトの報酬もこれ発生するんですけど、本当にいいと思ったのでただ紹介してるんですね。で、これがなんだ、これって体に入れるものじゃないですか、ぶっちゃけ。だからなんか自分で取り入れてダメだと思ったものをね、アフィリエイト収入が発生するからって紹介すると微妙じゃないですか、さすがに。体に入れるもんやから。 これ飲んでるんで、僕もうマジで飲んでますからね。まあでも本当このおかげで全国セミナー回れたんで、これ感謝してますよ。これがなかったらマジで多分きつかったと思います。なんかこれ飲むと、朝が本当調子いいです。何なんですかね。まあ多分免疫力が向上するからなんですかね。だから免疫力が向上するってことは、寝てる間にその体力を回復してくれるんじゃないですかね。よくわかんないですけど。まあだから、まあそのなんか薬に頼るというよりかは、このコンセプトがいいかなと。自分の体も本来持ってる免疫力を高めてくれるっていうのは、なんか良くないですか？なんかその薬のパワーでとかではなくて、本来人間が持ってるその免疫力、まあ牛乳とか豆乳も体にいいっていうこと言われてるじゃないですか。で、それの延長線上でスーパーミルクみたいなね。スーパーミルク。だからまあ、僕的にはこれいいんじゃないかなと思いますね。で、あとは、まあ、せっかくこの動画見ていただいてて、まあ、多分僕の動画を見てる方っていうのは、何かネットビジネスでなんか稼ぎたいと思ってる方もいらっしゃると思いますので、もし本当にこれを自分で購入していいなと思ったら、これね、言っときますけど、ライバルそんないないですからね。アフリエイトサイトあんまなかった、確か。だから、そのちゃんとレビューして、ちゃんとやれば、多分アクセス来ると思いますよ。確かね、サステナで検索して出てくるページが、アフリエーターのページが1ページ目だったかな。多分キーワード意識してブログとかサイト作れば多分いけると思いますね。まあそんな感じですかね。だから、これを飲んでさらに、そのアフリエイトでお金を稼ぎたいということになるならば、ちゃんと自分が飲んで体感したこととかをブログとかホームページ、もしくは動画撮れる方は動画撮ってですね、レビューしてあげるといいんじゃないですかね。本当この口に入れるものって、やっぱ言葉、ブログの文章とかホームページの文章だけだと表現しづらいというかね、あれなんですけど、こうやって動画撮って実際にこういうもんですよと飲んだりとかすると、で、自分が体験したこととか話すと、まあ、購入を迷ってる人にとってはいい動画になるんじゃないですかね。ということで、サステナの、レビュー動画になりました。ぜひですね、僕のアフィリエイトリンクから購入してください。で、僕のアフィリエイトリンクから嫌だっていう場合は、セルフバッグありますので、A8 さんに登録してですね、セルフバッグ、自分のアフィリエイトリンクから申し込むと1000円パックされます。プラス、あとは、健康食品こういうのに興味ないよっていう方はですね、下にセミナーの動画ありますので、そちら見ていただければなと思います。以上です。34分。だいぶ長えな。ご視聴ありがとうございました。